はい、今日は陶磁器フェア2回目家族と行ってまいりました。はい、ご覧になってください。こちらはパパのビアグラス。陶器のビアグラスは泡がきめ細かく立ってとても美味しいそうですよ。それからこちらはちょっと大きめの日本酒グラス。キッズのお客様たちと飲み交わしたいと思っています。それからこちらはお友達へのプレゼント、ロックグラスにしたらどうかなと思ってます。それからこちらの九谷焼のお皿、これ2枚セットで、こちらもお友達にプレゼントしたいなと思ってます。それからこれは牡蠣なんですが、3つセットで500円、とっても可愛い小さな草花が似合うと思います。それからこれ手書きです。ちょっと和風なんだけどエキゾチックな感じもしていいでしょう。珍味をちょっと入れてもいいし、でも何気ない日常の酢の物なんかをちょっと盛り付けても可愛いんじゃないかなと思ってます。以上です。